こんばんは。1月13日金曜日、あなたの静岡新聞音声ニュース夜のキコット。この時間は特別版、静岡市歴史博物館グランドオープン当日の様子はをお送りします。13日午後に一般公開を迎えました静岡市歴史博物館の現場の様子を取材した未来編集局未来戦略チームの寺田正人と鈴木美春が当日の様子をお伝えします。はい、よろしくお願いします。お願いします。寺田さん、はい、はい、今日午後2時過ぎですね。はい、一般公開始まりましたが、そうですね、はいはい、どうでしたか？あ、そうですね、まず先オープンした現場も見てきたんですけど、一般公開したところ、結構100人ぐらいの人がまず並んでて、結構皆さんやっぱり注目度がすごい高いのかなっていうふうには思いました。あと実は私も中をこう1階から3階まで今日初めて全て見させてもらったんですけれども、よくよく考えてみると意外とその静岡市だとかその駿府の歴史とかをしっかりその学べるというか時系列に沿って学べるような施設っていうのは意外となかったんじゃないかなっていうふうに感じていて、自分でも結構勉強になるというか改めてちょっと振り返るきっかけにはなったなっていうふうに感じたのが率直な印象です。はい、オープン前から100人ぐらいの方並んでらっしゃいましたけど、平日昼間とあってちょっと年齢層今日は高めの方が多かったですけど、なんか午前中から並んでたよなんていう方もいらして、なんか皆さんやっぱ楽しみにしてらっしゃったんだなっていうのを感じました。はい、結構アクセスもいいので、ね、その駿府城公園の隣で、はい、お天気も良ければお散歩がてら行けるのかなっていうふうには個人的には思いました。はい、はい、そうですね。その施設の概要を簡単にご紹介していただけますか？いいですか？はい、はい、施設の名称自体は静岡市歴史博物館といいまして、徳川家康の生涯だったとか魅力、下の若き家康を育てた今川氏の活躍、あと家康により整備された東海道と駿府城、城下町の様子などをご紹介しています。はい、で、家康ゆかりのこう鎧だとか、そういったものもあって、視覚的にも楽しめる施設なのかなっていうような、はい、印象です。そうですね。はい、なんか各コーナーのところどころに、モニターが置いてあって、綺麗な映像でここがどんなことを紹介している場所なのかっていうようなことを映像と音声で解説してくれていましたね。そうですね。はい、その結構近代的なというか現代的な展示も多くて、見てその何も知らなくても見て見るだけでこう分かるというか理解できるようなところもあるので、結構ね、観光がてらちょっと来たついででも軽く見れるんじゃないかなっていう印象もありますよね。施設は、3階までありまして、はい、1階が、土地の記憶新たな交流ということで、本物の戦国時代の道約33メートルの長さのものが、露出した状態で公開されています。これは今までも公開されていたものでしたね。あ、そうですね。プレオープンの頃から1階は見ることができたというか、はい、はい、そうでしたね。はい、で2階が、家康の一生と首都になった駿府ということで、はい、家康の大御所時代の外交の様子だとか、あとは幼い頃の家康を育てた今川氏の発展や地勢の様子などを取り上げていました。はい、で 3階が、東海道のにぎわい駿府の人々ということで、東海道の拠点となっていた駿府だとか、家康の後の時代の静岡市の発展の様子なんかを紹介していましたね。近代に至るまでの、昭和の町並みのこう模型というかそういったものもありましたね。はい、常設で見れるものが、130点ぐらいで、今やっている特別の企画展で見られることものが、50点ぐらいで、190点ぐらいのものを今展示しているということでした。はい、はい、私個人的にはですね、やっぱり鎧ですね、徳川家康公が着用していた
紅糸脅し腹巻き、これは割と若い時代にあの今川義元公からプレゼントされたもの、ね、はい、プレゼント送られたもの、はい、あの華やかな赤色のものですね、とあともう一つは、関ヶ原の戦いだとか大阪の陣だとかの時に、まあ、身につけたり持って行ったりしたというあの晩年期の、はい、黒いちょっとかっこいい、ね、あの鎧があったんですけど、まあ、その鎧自体は復元されたものなんですけども、まあ、それがこうただかっこいいよっていうんじゃだけじゃなくて、まあ、それがどういう技法で作られたのかとか、あのそういったことを映像であの紹介していて、こうその鎧の製作技術の継承なんかも視野にそういった展示をしているんですよっていうことを学芸員さんから聞いて、こうちょっと勉強になるなと思いました。確かにそうですね、そういうのはなんか確かに鎧だと鎧っていうだけみたいなのも結構あったりするので、はい、勉強にはなりますよね、はい、はい。寺田さん印象に残ったものは？あ、そうですね、私はその、どっちかというと近代のというか3階の、まあ、明治維新と静岡っていうコーナーがあって、うん、はい、その中にその徳川家の最後の将軍徳川慶喜に代わってその徳川家を継いだこう家里さん、徳川家里さんにこうスポットを当てていたコーナーがあって、はい、そこはちょっとこう印象的だなというか興味深いなと思いました。その徳、はい、徳川家里さんっていう方自体多分あんまりその歴史的にもその、学校で勉強したりっていうのはそんなになかったかなっていうような印象があって、うん、そのもともと幕府の直轄地だった駿府にがあって、はい、そこが徳川という大名が治めていたところにも新たな藩ができて、そこをこう治めていた話があって、うん、そう、はい、で実際そこでその駿府と呼ばれていた江戸時代駿府と呼ばれていた土地が、まあ、静岡という名前に改められたそういった時代なんですけれども、うんうん、はい、まあ、実際そこでなんかこう静岡という地名の由来なんかも紹介してくれていて、うんうん、まあ、静畑山の、うんうん、あの静にちなんで、うんうん、はい、で3つぐらいなんか候補があったらしくて、うんうん、し、はい、静となんだかな、静かな、静岡の静に城と書いて静木、あと静岡っていうその3つがあって、その3つの中からなんか静岡に選ばれましたみたいなのもちょっとそういう記述もあって、はい、なんかそういうの意外となんか知ってるようで知らないというか、うん、ね、なんかそんなところもあって、はい、うんうんうん、あとその、 あの徳川家里さんは、1863年に生まれて1940年に亡くなってらっしゃるんですけれども、はい、まあ、その方のこう1869年のですかね、肖像写真、はい、あ違う、1888年ですかね、はい、1888年の肖像写真があって、なので25歳ぐらいですかね、はい、はい、それは結構男前な感じで、あ ら,、はい、あらちょっと、はい、改めて見に行きたくなっちゃいますね。そうです、なんか徳川慶喜と一緒にその家里が写ってるなんか肖像写真がちょっとあって、うんうん、なんかそういうのもなんか意外と見ることが少なくて、こう、うん、まあ、洋服というか洋装の格好で、その家里さん自体その駿府に住んでた期間は結構短いそうなんですけど、はい、その後も結構こうよくあの来たりだとか、はい、あの寄付をされたりだとかっていう話も載っていて、結構勉強になるなと思いました。なるほど、なるほど、はい、確かにあの上の子、ま、家康以降の時代のところで、町の風景ということで、あの昭和30年代の静岡の模型なんかもあって、うん、そうですね、こう昭和30年代というとね、寺田さんも私も生まれてないんで、うん、ちょっとわからない部分もあるんですけど、駿府公園の中にあの球場だとか児童会館だとかがあって、うん、こうなんか50歳以上の人には結構グッとくるようなあの模型なんかもありましたね。そうですね、はい、確かに、はい、まあ、あとなんかお隣にもあの今日2時からまたあの1階 の, そのスペースの横にあの、カフェでした、うんうんうん、カフェもオープンしていて結構今風の、あ、なんかおしゃれでしたね、おしゃれな感じでしたね、ラテとかシェイクとか美味しそうでしたね、うん、確かに、はい、はい、いやいやはい、はい、あの今日、混雑緩和のためにあの2階3階の展示を見るためにはあのウェブ予約が事前に必要なんですけれども、うん、あのすごくね、先ほど寺田さんおっしゃった通り、あの静岡駅からも歩いてこられてアクセスのいい場所なので、こう、ね、静岡の人がせっかくできたのであのたくさん来ていただけるような施設になると
いいなと、ね、はい、確かに思いますね。はい、ね、また近い、ね、市川の方もこう近くで新しいものができて、うん、いろいろ、うん、歩くというか、はい、いろんなきっかけにもなるかなと思うので、うん、そうですね、はい、地元の歴史を、ね、はい、知ったりだとかっていうのはいいのかなと思いました。はいはい、駿府城公園の中の、 辰巳櫓の中にも歴史の展示って結構充実してあるんですけども、それがこうやっぱ駿府城ができた頃に結構クローズアップされてたのに対して、今回の博物館はまたちょっと違った角度からの展示になっていて、うん、なんかどっちも楽しめるなと思いました。そうですね、はい、はい、うん、はい、なんかこれをきっかけに本当に静岡の歴史街歩きが盛んになればいいですね。はい、はい、はい、寺田さんありがとうございました。以上、あなたの静岡新聞夜のキコットでした。明日朝は午前7時30分配信予定です。